違いは2つあると思ってます。一つはですね、今までのクリーンディーゼルは後処理システムを追加することによってクリーンにしてました。でもスカイアクティブ D はですね、この後処理システムを必要としません。2点目はですね、今までのディーゼルはトルクはあるんですけども、高回転まで回らないエンジンでした。でスカイアクティブ D はですね、高回転まで回るガソリンエンジンのようなですねエンジンになっています。ポイントはですね、超低圧縮比にあります。これはですね、スカイアクティブ G とは全く逆の発想で生まれました。高圧縮比のディーゼルはですね、ノックス、ススというのが非常に課題になっています。このノックス、ススの低減のためにですね、燃焼自体を緩慢な燃焼にしてですね、燃費を犠牲にして対応しているというのが今のディーゼルエンジンです。低圧縮比にすることによってですね、燃焼を開始するタイミングをですね、適正なタイミングにできました。これによってですね、燃費それから出力を改善して、有害な物質をですね、大きく低減しています。燃焼圧力自体を大幅に低減することができました。特にですね、クランク、ピストン、コンロッドのようなですね、回転物の重量を大幅に低減できました。でこれによってですね、高回転まで力強くですね、加速していく素晴らしいエンジンができたと思っています。朝一番のですね、始動、それからエンジンが温まるまでのですね、間のですね、燃焼安定性が大きな課題でした。一つの手段としてですね、排気 VVL というシステムを使いました。温かい排ガスをもう一度シリンダー内に戻すことによって、吸い込んだ空気の温度を温める。それから2つ目はですね、高応答のですね、ピエゾインジェクターというものを採用しました。これはですね、一定以上の温度になった空気に対して均一の混合気を作るということに大きく貢献しています。我々はですね、ディーゼルエンジンを改良したという具合には思ってないです。新しい一つの内燃機関を生み出したという具合に思ってますし、このディーゼルというイメージをとにかく変えたい、僕らはこのディーゼルという呼び方すらですね、変えてしまいたいという具合の思いを持ってます。